変わりました。まずは庄内ということで、まあ、ベースになる部分、走るですとか、球際ですとか切り替え、まあ、そういった部分が非常に重要になるという話をしました。最後、まあ、同点に追いついたところと、まあ、その後はまあどっちにゴールが生まれてもおかしくないような展開にはなったんですけど、まあ、最後まで勝ち点3を奪う、まあ、そういう姿勢をチームとして見せれたというのは、まあ、チームとして今やろうとしていることなんで、まあ、そういう意味では、まあ、最後同点に終わりましたけど、まあ、チームとしては非常にいい経験になったというところと、まあ、この積み上げの中でまた次の試合に向かっていきたいというふうに思っています。